はい、皆さんこんにちは。 Google 認定教育者のゆうぼです。今はシンガポールで教師をしています。また YouTube では Google を学校でどう使うかについてやシンガポールについて発信しています。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日のテーマはカフートの問題を先生同士でシェアする方法についてです。今まで、2本カフートについての動画を僕が出したんですけど、1つ目がカフートについて簡単に説明するものと、2つ目が子供と一緒に問題を作る方法っていうものでお伝えしたんですけれども、もしよかったら概要欄の、リンクから飛んで見てみてください。でこれ紹介したら、もちろん僕がその動画の中で言ったっていうのもあるんですけど、どうやって先生たちにシェアしたらいいんですかっていうコメントが結構来ました。コメントしてくださった皆さんありがとうございます。多分なんですけどこんな悩みがあるんですよ。まずそもそも作る時間ないよとか、あと蓄積できたらいいのにとか、あとは絶対来られると思うんですけど、あのクラスだけずるいみたいな、絶対あるんですよこれ。揃えなきゃいけないっていう、なんかこう確率的な何かに、みんな同じことをしましょうみたいなことがあるんですけれども、でもカフードの問題は作ったらシェアできるんですよ。それでもう解決なんですよ。もちろんカフードの使い方はお願いします、頑張ってくださいっていうのはあるんですけど、それは僕の動画を見てもらうとして、ただ面白く楽しく学習できるんだったらやっぱ使ってもらった方がいいじゃないですか。もちろんドリルも大事ですよ。きっと紙に書いてやるっていうのももちろん最初は絶対大事だと思います。手で動かして習うって。でもその後慣れてきたら問題演習に関してはカフートでやって、しかもそのカフートの問題演習は友達と一緒にできてみたいな、やっぱ楽しいっていうのがあると思うんで、ぜひシェアしてやってみてください。ということで早速使い方を見ていきましょう。どうぞ。それではカフートの画面に来ました。でこちらの画面におそらく皆さん行くと思、ログインしたら行くと思いますので、シェアする方法をお伝えするって言ったんですが、その前にまず事前準備としてこちらのグループっていうのを作る必要があります。グループです。こちらを押します。でそうするとこちらの Welcome to the groups A seamless and secure ということで、要するにめっちゃスムーズに確実にシェアしていきましょうということで、これを使えばもう問題解決というところです。ではまずはクリエイトグループをしていきましょう。今回僕はお試しでいきます。でディスクリプションあれば書いておけばいいと思います。でこれでもう完成です。で次に、学年の先生たちを招待します。インバイトメンバーとして、で、ここに、E メールかユーザーネームを検索っていうふうに出てます。でユーザーネームに関して多分最初アカウント作るときに多分だけど、メールアドレス使って登録していると思うので、だいたいメールアドレスの最初の方が使われていると思うんですが、何か特別指定したユーザーネームがあればそちらを入力すればここに出てきます。もしくは、こちら Invite via Email からもいけます。ここにアドレス入力して、Send Invite 押せば通知がいきますので、そこから行ってもらってもいいです。もしくは、こちらの、Invite リンクですね、このリンクから行っても OK です。こちらコピーして、コピーが終わったら、何かしら、先生たちに伝わる手段何でもいいんですけど、とにかくこのリンクに行ってくれと言えば OK です。で入ってもらったらもうこれで OK で、次に、作ったカフートをシェアしていきます。それは、基本的に作ったカフートこちらのライブラリにありますので、ライブラリを押して、でその中のちょっと僕こちらのお試しクイズでいきますね。作ったクイズを押して、そうするとこちらですね、左下の方に点と点と点が棒でつながっているやつ、これいろんな SNS とかでもよくあるんですけど、こちら基本的にいろんな何かとシェアするときにこのボタン出てます。こういう感じのやつが、でこれを押すと、こんな感じで、E メールかユーザーネームかグループネームを検索してくれて出ますので、ここでお試しと検索するとこちらですね、グループのお試しが出てきます。どうやらお試しさんって人もいるみたいですね。ここ間違えないようにしてくださいね。グループの方で、正しい名前打てば出てきますので、こちらをシェアで押すと、はい、終わりです。これでシェアできましたということで、超簡単なんですね。であとこちらユーザーネームでもできますので、僕の場合だとユボボボユボボっていうのになってるんですが、そこでやって、そっちで一人一人個別にやってもらっても OK ですが、おそらく学年でシェアするときにはグループの方が圧倒的に楽だと思いますので、そちらを使うことをお勧めします。じゃあ作ったものを先生たちがどうやって使うのかっていうのを見ていきます。どうやって使うのかというと、基本的にこちらのグループスを押して、で、こちらにもうお試しっていうのができていると思いますので、お試しを押します。そうすると、これ、モーストリセントなんで、新着順です。新着順に上からどんどん来ますので、ここに出ているお試しクイズを押せば、もう、
開始ができます。でこちらですね、プレイ押せば、どんどんできますのでやってみてください。ということで、もうめちゃくちゃ簡単です。まあ、あとメンバースとかこれ入ってる人とか、あとこのメンバースに関しては、見えなくすることもできますので、要するに、ここ誰が中に入ってるか見えなくするとか、そういう設定もありますので、学校外の人ともシェアが可能だとは思います。あとこちら、細かい設定ですね。これは多分、グループを作った人だけが、いじれる部分だと思います。それから、それ以上グループを作ろうとするとですね、これ無料アカウントの場合、こちらできないんですよね。お試しにとかって作ってやると、アップグレードトゥクリエイトモアグループスということで、まあ、これ以降はちょっとお金がかかるみたいなので、基本的に、無料でやると思うんですが、僕は無料でいきます。2つ以上グループを作りたいときには、お金を払ってくださいということです。が、基本的には、僕は無料でいいかなと思っています。できることはいっぱいありますので、それで十分だと思いますので、では頑張ってください。終わりです。はい、ということでこれで、あなたが作ったカフートを他の同じ学年の先生方にとか学校の中の皆さんにとか、シェアできますので、これでやってみてください。結構やっぱり、復習の時に使いやすいなと思いますので、復習で何かカフートの問題作ったら、ぜひ、他の先生方にもシェアしてみんなで楽しく学んでいけたらいいなと思っています。はい、ということで、またこれ以外にも何か質問とかありましたら、コメント欄ください。すべてに完璧にお答えできるわけではないと思うんですが、回答できる限り回答していきたいと思いますので、もし何か質問とあればコメントをお願いします。はい、ということで今日はこれにて終了になります。もしよかったら、チャンネル登録といいねボタン、そして、ベルも鳴らしておくと通知が届いて便利かと思います。ということで、また次回もお会いしましょう。またねー。